皆さんこんにちは、イクソンです。今日はですね、南長崎三丁目地蔵遊園というところに来ました。はい、じゃあカメラさん持って、はい、これぐるっと、まあ、あ、こちら、はい、ぐるっと回って地区、住宅街の公園でございまして、パッともう見た瞬間鹿がないですね、ほとんどないんですよ。でトイレもないですね。トイレないですね。トイレもないし、仕方もないし、木があそこに立てたのがあるんですけど、あそこに、まあ、ちっちゃいベンチですけど、ここあるぐらい、こっちもあるぐらい。はい。街灯が2カ所ぐらいで、まあ、ちょっとこざっぱりして、なんかちょっと拍子抜けしちゃうような、綺麗な公園じゃないかなと思います。ここはね、本当にね、別にそんなに問題ないと思いますよ。普通の住宅街の中にある公園で、資格もないしトイレもないということで、問題は全然ないんじゃないかと思います。もう一個の方のプロボディーガードの方も、皆さんご視聴よろしくお願いします。どうもありがとうございました。